じめまして。俺はカンカン。生態ゴフの直属のパンダ。パンダだ。何わけわからないこと言ってるか。パンダなんかいないよ。え？おい、さっさと選びやがれ。いきなり言うなよ。それに言葉を始めながらだよ。中華な男子リンリンリンよ。はいね。お前に聖太后陛下から直々のご命令を伝える。心して聞けよ。今すぐ東方の国日本へと渡り、殺生石と呼ばれる石のかけらを集めよ。命令だぞ。石は全部で9つ。1つは今お前の元にあるはずだ。つまり残りは8個だぞ。実はその石は我が神から日本へ渡った。リンリンリン、聖太后様の命により日本に向かうで。弥生。というわけで日本。いらっしゃいませ。アンナのお団子美味しいですよ。毎度。うわ、ここお茶屋さんね。そうよ。何をお持ちしますか。実は私まだこの国に来たばかりでよくわからないね。お嬢ちゃんどっから来たの。大陸からある仕事のために来たよ。日本に。あ、リンのやつ急に町にいる。拙者の名は三崎俊三。見ての通り新選組じゃ。土方先生。いっくれー。いいやるす。三崎俊三、いざ参る。ま、結構普通じゃな。よっと、よっと、それ、うん、よっと、よっと、うん、それ。本じゃ。よっと。うん。よっと。残り1枚じゃ。うん。流局、ノーテン、ノーテン。まだまだじゃ。ま、結構普通じゃな。よっと。うん。よっと。それ。よっと、よっと、うん、ほんじゃ。
それ。やった。ほんじゃ。いただきだ。それ。やった。流局脳天天杯。惜しいの。おお、こりゃ結構揃ってるの。それ。それ。それ。やった。やった。やった。それ。それ。やった。それ。それ。